東京の水上生活者へ船とは、近世から近代の日本に存在した一軍の漂流漁民の総称である。古代アマの系統を引く水軍の末へとも言われているが、詳細は不明である。数層から数十層にて集団を形成して、本拠地を中心として、周辺海域を移動しながら一年を送り、潜水や歩行を使った漁で、魚介類やアワビなどを採集する漁業を営み、 一週間から10日起きに近くの港で物々交換に近い交易をしていた。絵船が水戸の朝市で漁獲品を水揚げする姿は戦後もしばらくは見られていた。別府温泉では持ち船で寝泊まりしながら浜脇温泉や別府温泉に通う当時の習慣が古くから見られ戦後しばらくまでは続いていた。春には鳩場に係留される船は百層近くに上り、 当時船と呼ばれて季語にもなるほどの別府の春の風物詩となっていた。絵船の根拠地は西九州及び瀬戸内海沿岸に存在した。西九州では西その義半島と五島列島に多くが根拠を持ち、女性は罰子の風習があったとされている。爆藩体制の成立以後、絵船に対する把握も行われ、藩からの公認と引き換えにあわびなどの情納や、 会場警備などを行った。明治維新以後、納税の義務化、徴兵制や義務教育の徹底の方針から政府が規制をしていった。昭和40年頃には陸上への定住を余儀なくされて消滅したと言われている。ありがとうございます。